に誰かいるの？ゴブリンじゃないよね。タクロス、なんで子供扱いするんだ。私はお前よりずっと。ゴブリンの奴ら、いつになったらここを去るんだろう。キャンプシエータタクロス様、先に行った仲間たちが心配ですね。心配です。早く略奪の森へ行かないと。
地を張らないでください。意地を張ってるのは兵士様よ。森の道についてクラブ。タクロス様、ちょっと、私の子供が…ミエラの言う通り、子供を連れて行かれたんだ。ゴドリンたちが子供を連れ去ったんですよ。ゴドリンたちが子供を連れ去ったんですよ。
様のおかげで子供を助けることができました。お礼としてうちのロナールを守ってくれた。くぅ、住民たちの避難が終わったようだ。
Thank you.
妊婦に続いてゴブリンまでやっつけてくれる。ぜひうちの村でな。魚たちがとっ、たちが取った魚は特別だ。キキ。キ。新鮮な魚売る。ラッコ族たちが取った魚は特別だ。キキ。うちの村の特産品であるワインを持っていけ。た、わしがベリアの村長じゃ。
村から来たんですか？ここからは、お、これはベリア村特産ワインですか？こんな珍しいものを僕がもらってもいいんですか？自ら醸造しているんですよ。一緒に食事でもどうですか？腕を振るいますよ。山道ばっかり見つめるって、醸造しているんですよ。一緒に食事でもどうですか？腕を振るいますよ。よっ、はっ、よっ、自ら醸造しているんですよ。一緒に食事でもどうですか？腕を振るいますよ。やっぱりいいですね。あ、返しないでください。お酒はいつも業務が終わってからちょっと飲んでるだけですから。冒険者様、僕のことを忘れちゃいました？デッドノーズのこと、これを見てください。幸いなことに関所の貿易品を全部落としてしまいま、ただこれでも取り戻せてよかったです。北部採石場をウィルムスベインのところに行ってみてください。鉱山インプのせいでお礼をかなりもらえると思いますよ。探してたのか？俺がジャムカス・ウィルムス・ペインだ。俺らを手伝いたいって？しかし鉱山インプたちは訓練された兵士でも大変だと聞いているぞ。俺の兄は
採石を中断しているんだ。奴らの数が多すぎて、たった一人で大丈夫か？と駆けつけたんだが、本当にこんな数のカオサンインプ、わからないんだ。力は一体か、塞ぐための岩が必要だな。見れば見るほど、兄貴の話によると、悪いことの後は必ず良いこと。また押し寄せてきたぞ。
採石場からオーザインプソークスに変えなきゃな。労働者たちの生計が苦しくなる。岩でしっかり塞いでくれ。ありがとう。これで収まればいいな。こんなに手伝ってくれるなんて、このまま鉱山インプたちを同じ考えだろう。一度彼に会ってみないか。会えて嬉しい。俺が爆弾製造をしているファイフストーン。ジャムカスが褒めてたぞ。自慢話の時以外にとても困っていたんだ。しかも防御塔まで建てちまってよ。爆弾はすごくデリケートで専門家じゃないと扱いにくい。労働者がいるらしい。彼らを助けてくれ。Yeah!
上に宝山インプたちまで追い出してくれるなんて。強力な爆弾を開発した。手伝ってくれないか。よし、ちょうどいいところに設置できた。早くこっちに来い。足も踏み込めないだろう。ああ、こんなことありえない。ああ、早くそこから出てこい。